目指せ4万人無限回数、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チャンネル登録して、いいね押してくれよ。ピンポーン、生徒諸君にお知らせがあります。 YouTube の説明欄 X の上をチェックしてね。音楽の配信、イラストなどがあります。はい、ドロロです。よろしくお願いします。今日もフラッシュバーディーやっていきたいと思います。はい、どうぞ勝手にやってください。あかね教師様です。はい、よろしくお願いします。ヒゲ、気になるニュースということで、今日も時事ネタやっていきたいと思います。ヒゲ袋、福太郎、スヌーピー。はい、よろしくお願いします。あかね教師様、時事ネタなんですけど、はい、ヒカキンさんがたまた疑惑ということで謝罪の動画も出していたんですけど、知っていますか、このニュース。知ってるよ。はい、で2018年から会わなかったそうです。女性とその付き合ってると思っていたということで春画文集に売ったそうなんですが、いや、っていうか4年間会わなくてっていうのがちょっと怖い。なんかほんまに人間、いやでも連絡は多分取ってたんじゃないかなと、いや個人的には思うんですけど、連絡も取ってなかったんですね。知らないです。でもさ、明らかになんか付き合ってない雰囲気とかあるじゃん。でもお前のことが好きだよとかしてたんだったらそうなるん、うん、と思うけど、なんか特別な関係にしようみたいな話はあったらしい。付き合えないけど特別な関係でいいよみたいな。それはちょっと、うん、なんかあの大人の匂いがする。まあ、それで突然の結婚の報告があって、まあ激怒したということなんですけど、まあ某有名なね実況者なんとか駆け込み寺みたいな感じの方とかたくさんいると思うんですけど、うん、それで正規に乗り換えようと思っても正規に結婚してるしな確かに、うん、まあその女性、あ、デカキンがいるじゃん、デカキンまあ女性ってやっぱさ、うん、恨みみたいの強かったりするので、あ、でも自然消滅は良くないよねっていうところなんですけど、まあね、うん、自然消滅されたらもうひたすらなんか自分責めしちゃうからな。じゃあその1回しかないけど、どれぐらいであれですか。1ヶ月。早すぎ。1ヶ月連絡なかったらもう終わりでしょ、うん、てかこの私に向かって、うん、1ヶ月も連絡をよこさないとは、うん、どういう扱いなんじゃっていう風な思考回路に切り替わっちゃうから。3ヶ月とかは、いや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 、もう3ヶ月後に連絡してきたらもう彼氏いるよってなるよ。なるほどね、うん、何よお前今更って。あれ、いろんな芸能人さんとかは言うには、こういう産むような女性にならないでほしいなっていうことをね。じゃあてめえらで男性はちゃんとしろっつう話やだからやっぱりそうなっくるよね。ヤギンさんはね、まあ、しっかり謝罪とかもして、うん、大人の対応を見せたというとね。ヤギンさん、動画を最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。私たちは評価をとっても気にしている生き物なので、温かい眼差しで評価をしてください。高評価とお願いしたい所存でございます。そして SNS のフォローは全部、そして通知等は、やってもらったら本当に評価を気にする2人なのでありがたいなって。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あ、そうですね、それも評価を気にする2人にとって大事なこと